岡本カウアンの暴露とジャニーズファンの全面戦争、平野仕様にかけられた暴行疑惑の真相。親愛なる読者の皆様、ジャニーズ事務所の内幕に迫る今回の記事にお越しいただき、誠にありがとうございます。ジャニーズファンの皆様にとって、この記事は疑念と興味をかき立てるものとなるでしょう。 岡本カウアンの暴露により、平野市用にかけられた暴行疑惑の真相に迫り、ジャニーズファンとの衝突についても探っていきましょう。4月12日、岡本カウアンは、日本外国特派員協会で会見し、ジャニーズ事務所の創業者であるジャニー北川氏からの性的被害を告発しました。しかし、今回は新たな衝撃が訪れました。彼は TikTok 上で、 キング、リンチェの平野仕様に対する暴行疑惑を暴露したのですです。岡本カウアンと平野仕様は2012年にジャニーズ事務所に入所したジュニアとして同期入所しました。カウアンは平野に初めて会った際の出来事を振り返り、驚くべき証言をしました。 俺もやんちゃしてたんだけど平野はクソヤンキーで人に正座させて顔面を蹴ってたの俺まず初日に聞かされてたからね。平野とその友達から。芸能ライターによると平野が中学時代にやんちゃをしていたことはファンの間で公然の秘密とされ、中学の卒業式で特攻服を着た写真までネット上に流出しているそうです。 さらに、平野自身も過去の行動について言及し、流出していると思うから調べたら出てくるよ、と述べるほどでした。しかし、人の顔面を蹴るという話が事実ならば、それは単なるやんちゃでは済まされません。カウアンの暴露に対し、平野のファンである平野タンたちは激怒しています。キンプリはジャニー氏が生前最後にデビューさせたグループとして知られており、 ティアラたちの間では、ジャニー氏の性火害疑惑を告発する元ジュニアに対する風当たりが強いのです。辞めた奴らが現在所属しているタレントたちの足を引っ張っているという感覚なんです。特に、顔出しでジャニーズの闇を暴露しているカウアンは激しい口撃対象になっている。今回の平野に関する暴露も、平野ノタンたちにとっては許されない行為とみなされ、 カウアンに対するバッシングが強まっているというわけです。同ライター。結論。この事件は、ジャニーズファンコミュニティ内で波紋を広げており、岡本カウアンの告発と平野紫耀にかけられた暴行疑惑の真相についての議論が続いています。事実関係を明らかにするための調査や議論が進行中であり、今後の展開に注目が集まっています。読者への挨拶。 最後に、この記事にお付き合いいただき、誠にありがとうございました。岡本カ安の告発とジャニーズファンコミュニティの激しい反応について、詳細な情報をお伝えできることを願っています。今後の情報にも注目し、事件の真相が明らかにされることを期待しましょう。